市民の皆様こんにちは。夏に向けて大型アップデートをした佐藤ささらです。今回も LAN開発進めていこうかと、その前にこれまで作ってきた地域に名前をつけようね。さすがに町が大きくなってくると話のままじゃ不便極まりないからね。大昔は下水が垂れ流されていたことと、町中を流れる水路が道頓堀に似ていることから、パート1と2で作った地域を、ボットン堀、と名付けたよ。そして今回は前回作った地域の沿岸に、ホテルやレストランの並ぶ観光地を作るよ。なるほど、観光地を作って夏に稼ぐつもりだな。そうすればまたもんじゃ食べ放題だぜ。ところで工場長、夏の観光地といえば君は何が思い浮かぶ？そうだな、夏といえば廃墟じゃないか。それだ、夏はみんなで廃墟に行こうじゃないんだよ。夏といえばビーチに南下されに行くんだろ。ビーチだって？この街にそんなものはない。ものは作ればいい。それが DIY の精神、カバンチャンスピリット。でも確かここの海ってまだ下水垂れ流しなんだよな。沿岸部のリゾート開発を進めながら、前回市民の皆様からいただいたお便りを紹介するよ。それでね、おばあちゃんがね、下水の川の中に5000兆円があるって言ってね。あ、これもしかしてもう始まってます？このゲームは他のと比べて治水が一番難しいのだが大丈夫か？大丈夫大丈夫、ちょっとスリルがあった方が楽しい。とんでもないサイコパスだぜ。まさかの2連ダム。川があれば電力はダムでいくらでも発電できるから、たくさん作った方がお得ってことだね。今は下流にも下水を利用したダムを作ったから3連ダムだね。初期長じゃなかった、工場長の方が色ついてるってことは、この動画の主役は工場長なのでは？そうなんだ。これは仕事と家を失ったかわいそうな工場長が破産寸前の都市を立て直す感動のドキュメンタリーなんだよ。めちゃくちゃ黒字なんだけどね。他にもたくさんのコメントありがとうございました。私としてはお水上バスがなくなったことが嬉しすぎて泣くほど悲しかったのですが、またユニークな交通機関が整備されるといいですね。そして前回の動画を報告してくださったコネココネコネさん、キスケさん、ポイッチョさん、下水道 P さん、本当にありがとうございました。申し遅れましたが、紹介は私、交差点デザイナー、インターセクションガールの柚木ゆかりでした。観光地作ろう、公園潰して、海沿いにホテルやレストラン立ち並ぶ、前にはビーチ、白い砂が反射してるの。観光地作ろう、ビーチも作ろうよ。あっちへ行け市長。ほ、何のつもりだ？ひえー、お願いだからそのバルブをひねらないで。口の利き方に気をつけろ。わかりました、二度とこんな物言いはしません。だからどうかそのバルブから手を離して。まあいい、新しい造成地区の紹介行くぞ。新しい土地を購入して、海沿いに観光とレジャーに特化した都市を築いたよ。このエリアの主要な交通機関は路面電車で、ロープウェイでボットン堀とも接続しているよ。沿岸部にはホテルが立ち並び、日中は多くの観光客が訪れる観光地区に、夜はムーディーなレジャー特化区に人が流れるよ。そしてその間の交通を担っているのが、この緑色の路面電車。沿線の豊かな自然をイメージした深い緑色が路線カラーの、沿岸部を利用する観光客の足だよ。さらに川の対岸のボットン堀からもロープウェイが接続していて、都市の中をゴンドラが行き交う、都市型ロープウェイが、通勤通学の足としての役割も果たしているよ。景観はいいはずなのに、下水処理場が台無しにしているな。町が完成したところで、早速名前をつけよう。町の名は何とします？決まっておるだろう。坊や島よ。いやお前、今回坊やの要素どこにあったん？島の形をよく見てみろ。どこからどう見ても坊やだな。お、そうだな、坊やだな。坊やと鬼は、デムクリック型立体交差点、路面電車のロータリー、暖房や統治下の大砲など、見どころはたくさんあるので、
皆さんもぜひロープウェイに乗ってお越しくださいな。路面電車の全面展望を眺めながら、今回はお開きにしましょうか。次回はいよいよ鉄道を整備していく予定ですので、またお会いしましょう。